上海来たよ。万博だからジーコンボです。もうジンゴーボー今一番人気。今僕の中で人気は隣の彼女。僕の言葉日本語通じてないから。結婚してるけども心の中では言ってるよ。綺麗だ。聞いてください。この料理全部お父さんが作った。おめでとう。しかも土日はお母さんじゃない、お父さんが作っちゃう。息子さん言ってるよ。お父さんの料理が美味しい。俺も心を変えていく。土日は俺が作る。言ったなあ。もうね、今日皆さんがすごかったの、新しいアイデアの料理、上海ならでは。いつも新しく変わってる上海だから本当素晴らしい。ありがとうございます。でもね、僕も新しいアイデアを生んだ、ね、話をしてる時にこっちは食べちゃってる。いつも聞いてたけど食べちゃってるんだよね。そういうアイデア参考にしていただきます。